じゃあ今日もちょっとブラームスの交響曲第1番をしてやろうと思います。ちょっとですね、今日変わってやつなんですけど、どうしようかな、こっち側に挑むかな。ちょっと初めてのトライなんで、どうしたらいいかちょっと戸惑ってるんですけど、このここにね、これを入れる。確かに、これと今この、ですね、今どういう状況になっているかと言いますと、今ですね、これ今メガネしてるんですけど、これ今メガネしてるんですけど、これ実はここに今楽譜映ってるんですよ。ちょっとあんまり動かすと画面の動きはちょっと逆にあんまり良くないんだけど、ちょっとやってみますけどね。1、2、3。これ、いや、弾きづらい、そう、この、ちょっと、揺れちゃうんだよね。赤玉を動かすと揺れちゃうし、どうしようかな。ちょっともう一回やり直し。もう慣れが必要なのかな。ちょっとまだ慣れてないんで、やっぱこれ弾きづらいっていうかね、こう
動かすと動いちゃうんだよね。ここのところに固定して止まったりとかないんだよね。あの譜面台は動かないからさ、頭を動かそうが譜面台は動かないから、譜面はそこにずっと残ってるけど、こいつこの画面がさ、頭を動かすと一緒に動いちゃうからさ、ちょっと困るんだよね。さ、どうしようかな、まあ、動かさなきゃいいんだけど、難しい。もう一回やりますけどね、だんだん慣れてくるかな。そうだったんだけど、やっぱここが一番難しい。ここもなんかこういう威厳がこういろいろあるんだよね。多分そう、ちょっとそこのとこはここ何小節目なんだろう。ちょっとこれからもうねえがねえがねえ、本当に1、2だから数えるときも指が出てこないからさ、そこ分かんねえんだよね。1、2、3、4、5、6小節目か、あ、いや5小節目か。ちょっとなんか画面がやっぱり揺れちゃったらよくないんだよね。なんか5分やとこやっぱり一緒に入れてっちゃう。なんかね、酔いそう。まあ、慣れるんかもしれないけど、ちょっとこれ微妙ですね。もうちょっと訓練が必要ですね。明日ちょっとカラオケ行ってちょっとこれ訓練してみようかな。一応なんかこれでやってるとなんか酔いそうなので。譜面台も両方持ってって、まあ譜面台つってもそっちのちっちゃいやつですけど。ちょっとこれゲームチェンジャーになるかって、ちょっと微妙だね、これ。目つかるし、すんげえ今目つかれてさ、もうダメかもしれない。微妙。